結婚だってさ、なんで妊娠したらなの？勝手に芸人も辞めてさ、なんかもうさ、楽しくないよ。だって別々の人間だもん、それ楽しくない時だってあるよ。それはお互いこう支え合って一緒に生きていくっていうのが、もうそんな生活だけにまみれたくない、私は。楽屋空いてなくて。はあ、だったら別の人にしてよ。すいません、すぐ直します。なんかつてとか必要だったら言ってよ、気軽に。スピンで朝からすか、選手がかわいそう。まもなく発信いたします。はい。ちょやめて。この間 40% オフ、あれ体調悪いから休んじゃう。てだって。じゃあね。なに、ケイちゃん新番組。ケイちゃんさんって会社のマネージャーさんですよね。こちらのプロデューサーをやってほしいんです。プロデューサーですか？ちょっとタイプかも。指が綺麗だったよ。注目の素人さんを番組で探していて、出ていただけないかな。僕 FTM なんですよ。トランスジェンダー。炎上っすか。差別してるのそっちなんじゃないですか。君のしたことは仲間を後ろから切りつける行為。浜井さんに流行りだよねって言われた時、同じぐらいざわざわっとしたんですよ。高く高く、ヨシさん一人で戦ってたんですよ。ケイちゃんと結婚する資格あるかなって思って。どういうこと？しんどい。しおりが見てきたものとか考えてきたこととか、私はそういうのを大切にしたいなって。忙しいからって他人に適当になったらあかんで。